新交通システムとは日本の交通システムのうちで講義の新交通システムは新規の技術開発によって従来の交通機関とは異なる機能や特性を持つ交通手段や既存の交通手段に改革を行うことで発展させた新しい交通システムのことでありこれらは主に中量輸送を対象とする公共交通システムである国土交通省では 動輪にゴムタイヤを使用した案内機常式鉄軌道やガイドウェイバスなど従来の鉄道とは異なる新しい技術を用いた中量機動輸送システムとされているがあくまで様々な形態のものを包含する概念とされており決まった定義はない。日本産業企画では懸垂式鉄道及び小座式鉄道案内機常式鉄道無機上電車 工作鉄道並びに浮上式鉄道を特殊鉄道として扱っている。路線の一般道などとの立体交差、自動運転、無人運転のシステムが多く、このうち AGT とモノレールが現在最も普及している。多くの新交通システムは、日本万国博覧会、沖縄国際海洋博覧会、神戸ポートアイランド博覧会、国際科学技術博覧会、 バンクーバー国際交通博覧会、88埼玉博覧会、横浜博覧会、国際下と緑の博覧会、2005年日本国際、博覧会等の博覧会で試験的に運行されたり、博覧会に合わせて開業される路線もあり、博覧会と新交通システムの関係は密接につながっている。 博覧会での運行は実用化に向けた資金石でもありその後の実用化に少なからず影響を与える。現在運行されている新交通システムの原型はその大半が以前に開催された博覧会で運行されたもので博覧会での運行結果が貫縮しくなかったものは実用化に至らないことが多い。営業路線として実用化していないものに 電波磁気誘導式のバスシステム IMTS がある。1971年の運輸省運輸技術審議会では新交通システムは連続輸送システム、軌道輸送システム、無軌道輸送システム、複合輸送システムの4つに分類された。ここでは日本交通計画協会の新交通システムの 分類をもとに、新交通システムと呼称される場合があるものを一覧する。車上動力、地上動力。ありがとうございます。